1952年、全日本剣道連盟結成。前列中央木村徳太郎、隣、中山博道木村徳太郎王蔵木村徳太郎2月7日から1982年8月8日、とは、日本の政治家、検察官、弁護士、剣道家である。検事総長、第一東京弁護士会会長、法務大臣、保安庁長官、防衛庁長官、 全日本剣道連盟会長等を歴任した。放送としては、帝国弁護士会理事長、検事総長、第一東京弁護士会会長を歴任した。長く在野放送で活動していた木村であったが、紫出原木十郎首相によって、検事総長に、東洋、続く吉田茂首相では、司法大臣として初入閣し、日本国憲法の署名に名を連ねた。 その後公職追放令により公職追放されるが、追放解除ほどなくして、吉田内閣に法務府所大総裁として再入閣。さらに1953年の参院選で奈良県から参議院議員に当選し、2期務めた。法務総裁、法務大臣としては、日本共産党による暴力革命への懸念から治安対策の立案の中心となり、自ら提出した。 破壊活動防止法案を成立させた。地の命令事件では、不信任案が提出されるものの、否決され、これを切り抜けている。また、警察予備隊から保安隊へとつながる、再軍備政策にも関与し、保安庁長官や、隊友会会長を務めた。長官在任中の1954年に、予備自衛官制度を制定。 保安庁長官時代1953年6月9日、記者団に警備後可燃計画について発言し、問題化した。政界引退後は1967年10月に自由民主党の委外団、自由民主党同士会会長に就任し、死去するまでその座にあった。加えて、町商組合顧問のつながりから委外団の政治活動の裏漢字的立場にもあり、 法務総裁だった当時には、警察力を補うため全国の幕と敵やグレン隊を結集した反響抜刀隊計画を元大日本国水会理事長、梅津官兵衛に持ちかけた。この動きは、梅津の死後森田政治に引き継がれ、日本国水会の結成につながっている。高校では、激権部に入部し、北進一刀流の小林貞之に剣道を学んだ。 勉学より剣道を優先し、早朝から稽古に励んだという。二年生の時、剣道部員七人と家を借り、寮を出て自炊生活を始める。大学でも劇剣部に属して木下樹徳、山里忠則、中山博道の師範に学んだ。で稽古に訪れた、学習院院長、野木真レ介の相手を務めたこともあった。1941年、 第2本部特会剣道部会長に就任。同年、中倉清ら剣道家が、流派派閥を超えた剣道会を作りたいと木村に相談し、木村は快諾して論語から、司祭会と名付け、自ら会長に就任した。司祭会は、第2次大戦後の剣道復興に、多大な貢献をもたらすこととなった。終戦後、連合国軍最高司令官総司令部司令によって、 第2本部特会は解散し、剣道の組織的活動は禁止され、1947年5月に木村も公職追放されたが、剣道復興に尽力した。1952年、禁止令が解除。同年10月14日、全日本剣道連盟発足と同時に会長に就任した。1974年、会長をしりぞき名誉会長に就任。 公認の会長は、元最高裁判所長官石田和外であった。1985年、奈良県の吉則寺世、木坂県全道場に、木村徳太郎王像が混流された。日本刀を収集し、国宝、十分級のものはすべて、財団法人刀剣博物館に寄贈した。哀悼は超素猫鉄交渉。高齢になっても居合の稽古を欠かさず、 剣道大会で重を演舞したこともあった。学府の井上徳太郎が社長を務める、京王電気機動の専務取締役を務めたことがある。木村の成果は、現在も五条市の新町通りに残っており、町や館として勉強部屋や遺品が公開されている。そのくらいにあらずともそのことを行い直家の米園を、憂えずして、国家の競輪を志す者は老人なり、 すなわち老人は政府、または人民より頼まれるに引きずして、自ら好んで、天下のことにあたる。昭和53年4月19日、同志会で開かれた卒業祝賀会にて、木村本人示す。ありがとうございます。